第35回主要国首脳会議は2009年にイタリアのアブルッツォ州で開催された主要国首脳会議。別称はラクイラサミット。ラクイラ地震の救援活動にあたる消防士とドミートリーメドベージェフ当初、サミットの開催地にはサルデーニャ州ラ・マッダレーナが選ばれており、現地では準備が急ピッチで進んでいた。しかし、 閣僚評議会議長のシルビオ・ベルルスコーニは2009年4月になって突如、ラクイラへの変更を表明した。ラクイラは2009年のラクイラ地震により大きな被害を受けており、ベルルスコーニはサミットを被災地復興の足がかりにする考えを示した。また、開催地を変更することで支出を2億2000万ユーロ削減できるとしている。ただ、ラクイラでは、 予診が頻発していたことから、開催期間中に大規模な予診が発生した際には、首脳らをローマに避難させ、避難先で議事を継続する計画が発表された。イタリアの防災当局は、マグニチュード4以上の予診が発生した場合に、首脳だけでなく全出席者を避難させると表明した。議長のシルビオベルルスコーニと、第35回主要国首脳会議のロゴサミットの、 ロゴには、長命と信頼を象徴する亀があしらわれて、おり、開催予定地だったラ・マッダレーナの名が、ラクイラと共に併記されている。屋外での競技サミットには、主要8カ国の首脳と共にファーストレディが、随伴するのが慣例となっている。しかし、議長国イタリアの閣僚評議会議長ベルルスコーニは、離婚手続き中だったため、夫人は、ラクイラに随伴しなかった。 そのため、議長国の首脳夫人が不在という異例の事態となった。ベルルスコーニは、妻の代わりに雇用機会均等大臣のマーラ・カルファーニャをホステス役に抜擢し、ファーストレディラの被災地訪問時にアテンドとして参加させた。ところが、ベルルスコーニの一連の対応に、不信感を抱いた、フランスの大統領夫人、カーラ・ブルーには、 カルファーニャが主導する被災地訪問には参加せず、別途一人で被災地を慰問した。そのため、イタリアのマスコミにより、カーラの行動は無作法であるとの批判がなされた。なお、カーラは、前年のサミットも自身の CD アルバム発売を理由に欠席しており、後日、議長を務めた内閣総理大臣、福田康夫夫人の清子に宛てた詫び状を発送している。 2009年7月8日の討議、ありがとうございます。